どうもこんにちは、中村商店の中村でございます。お久しぶりでございます。皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、超炎天下の中つってもまあ雨さっきまで降ってたんですけど、まあ室温もね相変わらずエアコン効かないんで30度近くになって超暑いですけど、まあ、そんな昼下がりです。まあこっからですね、今日は収録をしていこうかなと思ってます。今日の内容なんですけども、値上げについてお話ししていこうかなと思います。で、値上げの具体的な方法とかそういったものは、ね、別の動画でも喋ってますし、まあ、何年か前のものだったりもしますけど、今でも全然その辺は使えるはずなんで、過去の動画を、探してみてください。できるだけ見つけた分は概要欄の方にリンク先も貼っとこうと思うんですけど、まあなんせね、あの古い動画というか過去に撮ったものなんで、あんまりいい出来栄えの動画ではないかもしれないですけど、言ってることそのものとか内容そのものに、さほど悪い点があるわけじゃないと、まあ、僕は思ってますので、ぜひそっちも参考にしてみていただきたいなと思います。で、まあ、早速ですね、本題に入っていこうかなと思いますけど、まず皆さん多分この動画を見てくださってる理美容師の方なのか、まあ、あとは小規模の、ね、飲食店だったりとかサービス業を営んでる自営業の方なんかが多く見てくださってるんじゃないかなと思いますけど、昨今今2022年の今日は6月違うな7月の3日ですよ、まあ、この段階で値上げした方がいいんじゃないかなって考えてる人は、過去僕が 2,3 年前とか、まあ、コロナよりずっと前ですかね、コロナ中にも言ってきたし、コロナ前からも言ってきたし、まあ、ここ数年のうちに僕は値上げの必要絶対ありますよとかっていう話をくどくどと言ってきたんですけど、あの頃その頃から見てくださってる方の中にも、やっぱ絶対必要かもって思ってる人の数は、まあ、かなりの数増えたんじゃないかなと思います。まあ、そういう状況が生まれてますよね。で、当時僕が値上げ必要だって言ってた理由と今起きている現象っていうのはそんなにこう変わんないんですよね。そのペースがめっちゃ早かった、自分が予想してたよりも数年早回しで訪れたっていうのは、まあコロナこれきっかけになってるんですけど、それでも必然的なこう大きな流れの中の、一つだったわけですね。インフレしていきますってことで物価上昇していくし、日本もそういう立場に追い込まれていくっていうことですよ。その中でとりわけ理美容師、まあ、特に理容業っていうのはこうデフレのなんか余波をすげえ受けて低価格にどん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 なってたんですよね。それは本人たちもあんまり気づかないままなってるケースも多くて、この話長くなっちゃうんでもう本当にかいつまんで前半話しておきたいんですけど、例えば1980年代にトヨタの車、マーク2違うな、なんだっけな、なんか大衆車ですよ、セダンの大衆車、なんか有名なやつありますよね、クラウンでもないし、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃいましたよ。まあ、大衆車。当時、新車価格が正月の、僕んちの実家に広告がたまたま残ってるものがあって、それ見たことに100万ぐらいだったんですよね。初売り出しとかって広告が入ってたんですけど、それが新車価格100万ぐらいだったと。で、同じ車が2014年ぐらいに僕が調べて、その当時調べた時の価格が、新車価格が250万ぐらいだったんですよ。なんで、こう 2.5 倍ぐらいまで、こう価格が、こう上がってるとかっていう、まあ、工業生産されてるものやテクノロジーがこうふんだんにつぎ込まれたものだから、同じ車といっても価格が変わるのは当たり前じゃないかと思われる方もいるかもしれないですけど、これって物価が上がってることの表れだったと思います。で、そんな中で利用業っていうのは同じ1980年代の料金の平均、これはまあ組合の人が統計取ってるやつかな、確かそうだったと思うんですけど、3000当時のやつが400円ぐらいだったはずです。で、同じ2014年の時に調べたやつが、17年のやつかな、まあ、なんかそのぐらいに調べた資料だと、全国平均は3700円とか800円とか、つまり、ね、2.5 倍上がってる車に対して、理髪店の料金、価格って、ほとんど変化してないってことですよね。で、その間に1000円カットができてとかね、低料金の店ができてとかって思ってる方がいるんですけど、まあ、このキュービーハウスさん、まあ、名前言っちゃいますけど、キュービーハウスさんというのがね、まあ、この低料金1000円カットと呼ばれた、お店の代表格だと思うんですけど、なんか結構大きく勘違いしてるのは、彼らは顧客が支払う金額が低料金なだけで、高単価な、技術
で売り出してますからね。10分間ぐらいのカットで1000円いただく、つまり1分100円ぐらいだと。でフルサービスやってるお店だとすると、まあ仮に60分費やしましょうよ、50分で接客して10分片付けてみたいな、60分費やす人だと最低料金で6000円ですよ。ここが水準になってる。これが、利益の出るギリギリのラインですっていうのが、過去3、4年ぐらい前まで僕がブツブツ言ってた値上げしなきゃいけない理由ですね。でそこからさらにこう状況変化して、今何が起きてるのかっていうと、この国も、まあアメリカもそうですけど、超好景気にぶっ込んでってます。俺はね、こんな話をすると、ふざけんな、そんなことないだろ、状況見てみろ、よくお前は何も経済わかってないって思う方多いかもしれないですけど、まあまあこれ 2,3 年ぐらいすると僕が今言ってる理由ってすげえ明らかになってるはずなんで、まあ信じたくない人は信じなくてもいいし、あ、なんか中村の言ってることずっと割とこう芯食ってたこと言ってたよなとかって思う方は、心のどっかに気に留めといてください。こっからバブル景気がすげえ勢いで加速していきます。うん、間違いなく。あ、まあ理由とか根拠っていうのは、まあいろいろ皆さん調べてみていただいた方がいいんですけど、例えばうちのお客様とかと話してて、なるほどなとか思うのが、例えば新車価格と中古車の車の価格って、中古車の方が高くなってるようなもの結構あるじゃないですか。あと新車でも買った途端にめちゃめちゃ値上がりしていく、トヨタのランクルとかめちゃくちゃ値上がりしていきますね。あれ本当に人気車種だからだけでしょうか？実はそんなことないですよね。まあ生産状況追いつかないとか、要は需要と供給のバランスぶっ壊れて、で価格が高騰してってるんですよ。これインフレって言いますよね。まあインフレの定義はそれだけじゃないかもしれないですけど、まあこれ結局不動産とかでも同じで、不動産もタワーマンションなんか買った瞬間どんどん値上がりしてるとかね。これって90年代とか80年代に起きたバブルと何が違うんですか？説明できる人いますかね？バブルなんですよ。実は今もうバブルに突入してて、こっから物の値段がどんどん上がっていくし、景気回復というとね、ちょっとね、語弊があるかもしれないですけど、景気回復する産業とか、こっからめちゃくちゃ稼ぎ出す人たちと、まあバブルの時にも当然みんなが全員揃って、豊かになるわけじゃないので、まあ、没落していく人といって、この大きな差が出ますっていう、こう時代の背景が、まあ、これから起きていく背景がありますと。僕らはどっちにこう偏ってますかっていうことです。僕先日ですね、理髪店のこの店舗の料金、新規のお客様だったりとか、スポットで来る方、会員じゃない方の料金、カットと顔剃り合わせた料金を2万500円にしました。2万500円です、定価。これはどうでしょうね。全国的にもおそらく珍しい水準の価格設定なんじゃないかなと思います。これは僕は準備です。だから今これが適正だと考えているわけではなく、まあ、うん、これからの準備の一環ですね。で、おそらくまだ値上げすると思います。1回あたりいくらまでいくか分かんないですけど、想定してるのは4万円ぐらいまでを想定して動こうかとは思ってます。そんなに上げる必要はないかもしれないですけどね。相場で言うと、かなり大きく変化していきますよっていうことです。で、この中で、おそらく2万500円とかになると、僕の、そうですね、7分の1とか、ね、6分の1ぐらいの価格帯っていうのが、この今の世間の相場ぐらいになってると思うんですけど、じゃあ僕と皆さんで何にそんな差があるのかっていうと、技術的な差なんてないですよ。ないどころか僕より上手い人なんてもう腐るほどいると思います。ね、そう自信持ってる人いると思いますよ。技術ずっとやってきた皆さんですから、ね、お前なんかよりずっと俺の方が上手いよと思ってる人いっぱいいると思いますよ。僕もその通りだと思います。めっちゃ上手い人いっぱいいると思います。が僕よりも優れた接客する人どんぐらいいるのか、これ もう腐るほどいると思います。真ん中、僕その全員と、自分のポジションを確認したことはないけど、まあ真ん中前後にいりゃいい方かなって僕自身は自己評価としては思ってますね。謙遜とかも何もなく、本当真ん中ぐらいなんじゃないかと思ってまして、でも僕が一つだけめっちゃ長けてるところが、皆さんこれを見てくださってる誰よりも僕は自分に自信を持って言えることがあるんですけど、僕はその未来を見通す力が超強いです。これは結構自信がある。
ずっとやっぱり20代30代40代と駆け抜けていく中で、僕その未来を見越す力が強かったから波の能力でも勝ち上がってきて、そんなに大した努力を、人と同じような努力をしたことがないです。練習もほとんど僕したことないし、23で独立してからなんか夜残って練習とか一切やったこともない、ね、接客なんかもこうやって見ていただいたら分かる通りね、もうよりすぐりのこう自分の好きな顧客だけ相手にして、気に入らないやつはもう来なくていいよっていう態度だけで挑んできたんで、こんな僕とかだと、ね、僕より優れた技術者なんていっぱいいるんですよ。まあちょっと話長くなっちゃった、もうこれこのぐらいにしましょう。10分過ぎちゃったな。で、すいません、マジで前置き長くなっちゃったんですけど、まあそういうことを含めて何が言いたいか、値上げする方法を皆さん知りたいですよね。どうしたらいいか過去いろいろこうテクニックは喋ったんで、まあそれ見てください。必要な人はコンサルのお仕事も受けるんで、あのご連絡ください。で、ちょっとそういうことではなく、今日話したい値上げの方法。まず、半年後、まあちょうど今ね、7月始まったじゃないですか。なので、来年の1月1日から値上げしようっていうふうに皆さん取り決めてみてください。で、これすぐに、この動画を見た後すぐに取り組んだ方がいいです。何を取り組むかですね。まず1月1日に料金を価格改定して値上げするっていうことを自分の中で想定してください。いくらにしましょう。僕だったら多分ね、3500円ぐらいの料金設定してるようなお店の方だったら、僕だったら倍ぐらいですね、7000円ぐらいを想定して動くだろうと思います。ちょっと遠慮して、でマジで気合入れようと思う人は1万ぐらいにしてみてください。でちょっと僕自信あるぞって、なんかね、技術的にも自信あるし、お客様にも自分はこう支持されてるはずだって思う人は1万5000円ぐらいを最低ラインに考えてみてください。そのぐらいの価格改定は必要です。でその時に何をするかですよ。皆さんがまず何をしなきゃいけないのかっていうと、まずその値上げするっていう覚悟を決めて、いつするかっていうのを決定します。それまでの時間に準備しなきゃいけないことが、まあ多岐にわたってあるんですけど、テクニックの話は今日はしなくて、メンタルの話ですね。まず価格が変わったという意識で今日から仕事始めてみてください。今日変えられるお客様に、自分はこれから1万5000の料金をいただくんだっていう気持ちで仕事を半年間継続してみてください。これがね、みんな意外とできてないんじゃないかなっていうふうに感じました。これ実はですね、先週に前田バーバーさん知ってますかね。前田バーバーライフさんっていう大阪の前田さんっていう方がおられるんですけど、木曜日に訪ねてきてくださって、で半日ぐらいね、ここの屋上で暑い炎天下の中、バーバートーク繰り広げてですね、収録しようかなと思ってたんですけど、まああのね、こう腹割った話もしたかったんでカメラ回さずがっつり話してたんですけど、その中の、会話の中の一つにこういう話が出てきたんですよね。意外とその必要性はみんな感じてるはずだけど、できない理由がメンタルなんじゃないかなっていう話になって、確かに度胸いるんですよ。それは僕も思い返すと、初めて値上げした日っていうのを覚えてて、もう本当今から十何年前になりますけど、当時僕開業した時は4200円だったか500円ぐらいで始めて、で5000円ぐらいに値上げしたその日の夜、する日の前日の夜かな、価格を変えるために料金表、ウェブサイトの料金表の更新を12時ジャストに、0時ジャストにしようと思ってクリックして構えてたんですけど、それビビって僕5分ぐらい過ぎちゃったんですよ。あの手震えてできなかったんですよね。24号ぐらいの時かな、めっちゃ怖くてできなかったんです。でもあの時に僕ができなかった理由は、そのメンタルの準備が全然できてなかったんですよね。こう逃げ回ってた感じです。じゃなくて、今からこう来年の1月1日から値上げするなら半年あるわけじゃないですか。この半年間で値上げした気持ちで仕事に取り組むんですよ。一生懸命やりますよ皆さん、多分そうすると。でお客様にもきっとその情熱伝わるはずです。で1月1日に値上げするじゃないですか。きっと失脚します。当たり前ですけど失脚します。仮に料金倍にしたら、半分失脚しても同じ売上と利益ですよ。で皆さんが手に入れるのは、余った半分以上余った5割増しの時間が発生しますよね。この時間をまた再投資に使うんですね、っていうのが大事ってこと。だからまずメンタル、自分のメンタルを、やられちゃわないように、半年間真剣に自分の料金がここから倍以上になるっていうことを想定して動いてみてください。それだけでかなり結果は大きく変わるはずです。マジで。
っていう動画、本気で喋ったら2、3分で終わっちゃったね。はい。今日はね、以上になります。はい。またちょっとずつテクニックの話とかも、まあできればいいんですけど、正直本当過去喋ってるんで、これ話すのめんどくさいなと思ってるんで、本当探して、見つけて見てみてください。強い心で、強い心でやっていきましょう。Peace!